ップ主です。今回は黄色ダイヤを手に入れるため、ステージ27に挑戦します。ステージ27はタイムアタックでレリックを10枚獲得してれば、解放されます。落ちやすい構造になってたり、敵が多く配置されたりと難易度が高いので、ランキを落ちてから挑むのが心強いです。動く絨毯はステージ7で見かけませんでしたが、こんなところにあったんですね。落ちないように乗りましょう。ここからニトロ箱が配置されてますので、タイミングを測って次に飛び込みましょうね。よし、うまくいった。ほとんどの場合はここで悩まされたりします。黄色ダイヤゲット。というわけでステージ27はこれだけです。続きは URL から。では、さようなら。また見てね。